ブエナスタルデスアミーゴス、どうも PJLL のファハロンです。はい、皆さんお久しぶりでございますね。相変わらず自粛期間が続いておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあいろいろね、そろそろねプロレス見たいよという方もねいらっしゃるかとは思うんですけれども、まあ今日はですね、そんな中行われた、ノアのね、試合についてなんですけど、まあノアの試合というかですね、まああの塩崎豪対藤田和之について、はい、話していきたいなというふうに思います。まあ皆さん、あのツイッターなどではね、僕も感想を上げてるので、まあツイッターであのいろいろね話しさせていただいた方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、まああの先日ね、あの GHC のヘビー級選手権試合が行われまして、で、塩崎豪対藤田和幸というね、これまあ前からね僕はずっと楽しみにしてますよということはこのチャンネルの動画の中でもね結構言ってきてたんですけれども、まあその試合が無観客試合ということで、まあ開催されたと。まあこの日はですね、タイトルマッチ4試合ですね。まず GHC のジュニアのタッグがあって、でナショナル王座があり、そして、GHC のジュニアのシングル、そして GHC ヘビーと、この4試合のみの無観客試合という形で進んでいってたところです。まああのナショナル王座ね、杉浦選手が防衛して、で、あの、中島和彦選手が、こう、挑戦表明をしに来るとか、まあ、ジュニア、GHC ジュニアは小川選手が防衛して、まあ、同じユニット内の小太郎選手がね、反逆というか、裏切りというか、まあ、そういったものにより、挑戦表明をするという展開もあり、あの、小川選手のね、あの試合もめちゃくちゃ面白かったんですけど、腕一点集中であんなに攻撃バリエーションがあるんだって思いながらね、あの非常に面白かったんですが、まあ今日はもうね、あの塩崎豪対藤田和幸だけで、お腹いっぱいでしょみんなっていうですね、感じだと思いますので、まあその辺の話をね、していきたいと思います。はい。で、まあ、どうですかね、皆さんもチェック済みなのかな、見てない方もいらっしゃるかとは思うんですけど、まあ、この試合何がすごい話題になったかっていうとですね、30分の視察戦と、ホームページなどではですね、表記されていたんですけれども、要は睨み合いがね、あの30分続いたんですよ。まあ、試合のゴングがカーンって鳴りましたっつって。で、そしたらですね、藤田選手はこう、先頭体制に入ったまま、ずーっと塩崎選手をこう、睨んでいくんですよね。で、塩崎選手はちょっとリング中央ぐらいまでこう歩いてきて、そっから藤田選手とのこう睨み合いみたいなのがね、ずっと続くんですよ。これ全く動かないんですよ。まあでもね、とはいえ、二人とも一応いつでも動き出せるぞみたいな、こう、体勢にはなってて、そこでこう、目と目だけの睨み合いっていうのがね、トータル30分続くっていうですね。こんな試合あるんですかっていう試合だったんですけど、まあなんかこういろいろね賛否両論あるみたいなんですけど、まあ僕は個人的には、まあ、非常に面白かったですね。はい。まあこの30分の睨み合いをどう見るかで、やっぱあの、辛いなって思う人もいると思うんですよ。30分動かないなんて辛いなって思う人もいると思うし、この30分の間に一体何が動き出すんだみたいな。このどのタイミングでどっちが動き出すんだとか、まあその30分の睨み合いの中に一体どんなこうやりとりをここで行われているんだみたいなね。っていうのを、思いながら見てる人にとっては、その30分面白かったんじゃないかな、というふうには思うんですけど、まあ本当に動かないんですよね。本当に動かない。ずーっと睨み合ってて本当に動かないんですけど、その、なんていうんですかね、表情、そのお互いの表情だけで、その30分間、その絵が持つっていうかですね、30分間こう、僕らはその30分にこう、注目してしまう。
ていうかですね、まあ、そういう意味ではですね、これはこの藤田選手と塩崎選手にしかこれ今できない試合だったんじゃないかなというふうにね、まあ思いながら、見てましたね。まあ、なんて言うんでしょうね。これはもう本当なんか賛否両論あるっていう感じだとも思いますし、まあ、見る人、見る側も試されてるみたいな。これは見る側も試されてるプロレスなんじゃないですかみたいなね。いう感覚もあり、まあね、どうだったでしょうね。皆さんの感想を本当に聞きたいなと。まあ、ツイッター見てる感じだと、おおむね好評というか、まあ、一体何が起こってるんだみたいな感じのね、意見の方が多かったかなという感じは、まあ、個人的にはしていますけれども。まあ、でも、まあ、僕はこのチャンネルとかでよく言う、プロレスの話とかして、するときに、その、間ですよね、間。その、技と技の間の間。間、ま、時間、空間、その空間っていうかね。まあ、そういったところに何かこう、思い入れがあるとか、気持ちが乗っかるっていう試合は、なんか、すごく、見てて面白いよなって思ったりもする方なので、まあ、今回はね、そういったものがもう詰め込まれすぎてて、圧倒されまくるっていうですね、感じでしたね、さん。だからまあ、30分ね、こうやって睨み合ってる、お互いに睨み合ってる絵をずっと僕らもこう見ているっていうところなので、これは見る側もこう体力がいるっていうですね、集中力と体力が見る側にも要求される、試合ということで、まあ、最近僕が見たプロレスの試合の中では、まあ、なかなかない、試合だったかなと。まあ、それこそ、巌流島ですかの雰囲気みたいなのも、まあ、あったかなとは思いましたけど、まあ、睨み合いでこんだけね、画面に注力できるっていうのは、ほんとこの二人だからこそみたいな感じなのかなと。やっぱね、藤田選手が持っているその雰囲気ですよね。まあ塩崎選手も、まあ本当イケメンで、端正な顔立ちで、で、睨み合ってる顔とか本当キリッとしてて、非常にね、いい表情だと思うんですよ。なんですけども、この藤田選手が持っている、なんて、本当野獣感というか、本当やっちゃうぞ、みたいな。やってしまうよ、俺は、君を、みたいなね、その、雰囲気とか、いうものですよね。これまあこのタイトルマッチに行く前のその前哨戦的なね、試合とかでも見てて思いましたけど、まあ明らかに藤田選手の雰囲気だけなんか違うんですよね。だからそこにめちゃめちゃこう注目してしまったかなというところだったなという感じですよね。まあね、まあその後試合が動き始めて、こう2階席の方に行ってみたりとかですね、バルコニーっていうんですか、ああいうところに行ってみたりとか、まあ、会場を広くね使って動き回ってエレベーター前にも行ってみたりとかね、そういった面がありましたけど、まあこの試合においてはもう最初の30分で何を思ったのかと、まあ田尻選手がですね、プロレスラーは観客に何を見せているのかっていう本をねこう出していて、まあ、僕もそれ読みましたけど、まあ、その今度は逆版って感じですよね。だから観客はこのプロレスに何を見ているのかっていうところなんじゃないかなという感じがしています。はい。なのでこんなにこうなんていうんですか、プロレスで問題提起っていうわけじゃないですけど、まあその賛否両論起こるっていう意味ではそういうことなのかなと思いますけど、プロレスで問題提起できる試合っていうのがねあるんだなみたいないやこっち側にだいぶ投げてきましたよねみたいな、見る側にいろんなものを通ってきますねあなたたちみたいな感じの30分だったんじゃないかなというところでね、まあ非常に興味深く見ていましたね。
まあでもさっき前日した通りにはなるんですけど、まあ正直ね、これ見る側にもだいぶ体力と集中力を要求する試合になっていますので、これ何回も見れるかっちゅうと見れない。だから一回こっきりでめちゃくちゃ集中してみて、でそこに何を思うのかっていう、ファンはそこに何を思うのかっていう感じの試合だったのかなというね、感じが非常にしております。はいはい、もうだからね、周崎選手が無事まあ防衛して、まあチャンピオンとしてこの後また進んでいくわけなんですけれども、まあその上でこの藤田戦を通ったっていうのはね、非常にいい意味でチャンピオンロードを歩む試合の一つになったんじゃないかなという感じがね、非常にしています。まあ塩崎選手もコメントではですね、まあ藤田選手の威圧感は半端なかったと、まあよりでかい存在になった、俺にとっては1試合の防衛戦よりも得るものは大きかった、でもやっぱりみんながいてくれないと、来てくれるお客さんみんなと一緒でノアだからっていうね、コメントを残していて、でまあ僕ツイッターでも言ったんですけど、このね、こう最近そのプロレスロスじゃないですか、でプロレスロスの状態で、あープロレス見てえなーつって思ってる時に、なんていうかこう、この塩崎選手が、まあ、来てくれるお客さんみんなと一緒でノアだからって言ったことに対してですね、僕はノアの試合をですね、生観戦したことないんですけどなんかね、泣いちゃいましたね。もう嬉しくて。あーみたいな。レスラーも、まあ、観客、まあ、ファンを必要としていると。まあ、ファンもレスラーを必要としているというような面で感じると言うとですね、なんかそういったものをそこに感じて、今、プロレス全然見れてないんだけど、なんかこうね、あーやっぱ、そういう風に思ってくれてたんやなっていうなんか感じ方をして、なんかちょっとぐわめちゃくちゃ嬉しかったっすね。なんかはい、ノアね、ほんと生観戦いつかね行きたいっすけどね。でまあ試合に勝ってですね、まあこれは余計なお世話かもしれないですけど、試合に勝って、まあ締めのマイク、最近の塩崎選手の締めのマイクっていうのはですね、アイアムノアっていうね、締めのマイクをするんですよね。で、アイアムノアって言ってそのまま去っていく感じだったんですけど、まあ、これをですね、まあ、どうしても私ロスインゴベルナプレスファンなの なので、まあ、ちょっとそのみんなで、それこそみんなでわーって盛り上げるコール的なものにそのマイク締めをできたら非常に良いのではないかなというふうに思いまして、はい、私ちょっと締めのマイクを考えてみたので、よかったら塩崎選手よかったら塩崎選手ね、締めのマイクで使っていただけたらどうかなっていうふうに思うんですけど、まあ I am Noah って言って終わるんですけど、普通はね。なのでそれを変更した後はですね、まずですね、まず前振りね、みんなで言う大合唱する前の前振りですね、ってことで、日本語で言ってほしいですよ、まずね。俺がノアだ。そして、みんなもノアだ。っていう前振りをまず入れます。はい。そして、まあ、状況によっては一言挟んでもいいです。本日はご来場ありがとうございましたとかでもいいし、このまま俺がチャンピオンで、ノアを支えていきますとかね、ノアを沈ませないとか、そういう一言を挟んでもいいです。だから、俺がノアだ。そしてみんなもノアだ。ノアは俺が沈ませないって。で、その後に、英語バージョンでね、言うんですけど、そこはね、みんなで大合唱したらどうかなって思うんですよ。だから、I am Noah! We are Noah! ボーン!みたいな。そう。これどうかなって思ってるんですけどね。うん。俺がノアだ。そしてみんなもノアだ。ノアは俺が沈ませない。I am Noah!We are Noah! ボーンみたいな。ちょっと親日的かなって思っちゃったりもするんですけど、最後の締め。でも、これみんなで、その I am Noah, We are Noah っていうのを、こうみんなで言えたら、なんか、こう、試合の締めとしても、非常にいいのではないかなっていう。まあ、その Noah のファンの皆さんがどんな風に思ってるか僕は知らないですけど、
観戦行ったこともないですからね。そういうみんなでわーって言って締められる状態になったらどうかなっていう。まあ、どうしてもロスインゴ的にはデーハーポーンがありますんで。そんな感じの I am Noah, we are Noah っていうのを、マイク締めに使ってみるっていうのは、いかがかなという、はい、形でございます。まあ、とにもかくにもですね、この30分めちゃくちゃすごかったなと。感じでしたね。まあその後の試合展開とかも大事かもしれないんですけど、やっぱりこの30分で何を思ったかっていうことの方が僕はこの試合ってすごく大事なんじゃないかなというふうに、はい、思っていますので、まあ、むしろ皆さんはこのもし試合を見られたか方がいらっしゃったとして、この30分に皆さんは一体何を思ってたのかと、はい、まあ、ぜひよろしければその辺をコメント欄に書いていただけるといいのかなと、はい、いう感じがしておりますので、もうね、皆さんのコメントで皆さんはどんな風に試合を見てたのか、これが僕は気になってしょうがない。うん。だから僕はね、あの30分に何を見たかっていうのは、そのさっきも言った通りですけど、結局こっちにいろいろ通ってくるな、この試合はっていう、はい、感じがね、めちゃめちゃしてたんで、ただね、そこにこれはこの30分はこうだったっていうなんか答えが僕は見つからなかったからこそ30分ずーっと見てたみたいなね、どうすんだこれっつってどうすんだどっちが動くんだみたいな感じでずーっと見てたっていう感じもしてますから、うーん、皆さんはねこの30分に一体何を見たのか、それを僕はここで聞きたいなと視聴者に全部投げるっていうたまにあるこの動画のパターンでございますが、ぜひ皆さんのコメントお待ちしております。はい、まあ、ぜひ皆さんからのチャンネル登録高評価の方もお待ちしております。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アースタルエゴアディオス。